ただいまご紹介に入っておりました、同社大学の山口です。今日、京都から参りました。東京の方がちょっと寒いかなという感じなんですけれども、結構京都も暖かくて、朝出てくるときにはちょっと汗かきながら出てくるわけですけれども、今日は今ご紹介にありましたように、異星球体の不思議な世界と期待しまして、なるべく分かりやすく、皆さんに分かっていただく、ご紹介できるかも兼ねましてですね、なるべく分かりやすくこれしたいと思います。なんせちょっと新しいニューサイエンスですので、途中難しい言葉なんか出てくるかも分かりませんので、その時にはご遠慮なくどうぞストップしてください。また一番最後に今ご紹介がありましたけど、また改めてご質問の時間ご質問をお受けをしようと思いますので、どしどしとご質問していただければ結構だと思います。それではちょっと早速この皆さんのこの不思議な世界に誘うような話から、参りたいと思います。まずですね、この誕生の動機からちょっとお話ししてもらいます。異星流体、あまり皆さん、お耳にしたことないかも分かりませんけれども、実はですね、これ1960年代に、アメリカを中心としてですね、スペース、宇宙開発が、行われました。その時にですね、宇宙に行きますとロケット、普通液体ロケットというのは液体ロケットです。燃料液体で積んでるんですね。宇宙空間に行きますとですね、どうしても燃料、使った燃料がですね、こう中が空っぽになってきましてですね、燃料が浮遊したり、蒸気とかですね、燃料がこう浮遊しましてですね、ロケットモーターでこんな形してまして、ポンプがあってこう燃焼室があります。で、液体燃料ですから、この燃料をですね、このロケットエンジンの方に持っていかないかもでですね、それ中が空っぽになりますと燃料があちこちで浮いていると、これは困るというふうな話になりましてですね、60年代、このパペルという人がですね、特許を見てみますと、特許あります。この パペルという人がですね、なんとかこの液体燃料にですね、磁性のような、早い話、磁石にくっつくようなものをちょっと入れてありましてですね、こういうロケットモーターの方、特にポンプですね、ポンプの方に、液体中燃料がね、こちらの方に行くように工夫してはどうかというのが大体の動機です。こういうところが動機で始まりましてですね、じゃあこういう液体、磁性を持った磁石にくっつくような、ものを作ってみましょうということで始まりました。これが始まりです。でそれをこの後ですね、ロッセンツワイケスラ、これ NASA の人ですね、もう、ロッセンツワイグ、私もよく知ってますけど、非常にお年で、もうそうですね、80近いんじゃないですかね、MIT におられましてですね、じゃあこいつをなんとかこのパペル博士のアイデアをものにしてあげましょうということで、もともと乱流 MIT で乱流してた先生なんですけど、興味持たれまして実際作られました。それが作ったのがですね、大体1960年の後半というのになります。日本でもですね、その頃東北大学の下井坂先生という方がおられました。こういうアイデアがあるんだということで、日本でも作りましょうということで日本でも作り始められました。ですから、大体1960年代、アメリカとソビエトが一生懸命宇宙競争を始めてくる、その時代に生まれたものであります。それでですね、まず磁性流体というのはどういうものであるかということをちょっとご紹介いたしますとですね、1960年代のことですから、まだナノという言葉があまり定着していませんでした。今皆さんナノというと、もう大体ナノ、ちっちゃい世界だなという、大体皆さんお分かりだと思うんですね、ナノ。私の犬の名前もナノと言います。実はフレンチプードルですけど、ナノって名付けましてですね、ちょっと私、ナノ粒子やってますから、犬の名前もナノ。そういうナノ粒子でしてですね、ナノというと大体どのぐらいの寸法かと言いますとですね、10億分の1ミリ。皆さん大体私たちの目で感じる世界というのは1メーター単位になっています。大体1メーターですね。ですから、皆さんを10億回こう割りにしていきますと、大体1ナノぐらいの世界になります。それの10倍ですから、そうですね、非常にちっちゃいんですが、非常に小さな世界の話です。ですから1960年代からもうナノという言葉がぼちぼち始まってたんじゃないでしょうか。最近がもうナノテクノロジーという言葉になってしまって、一般の方々も、ナノってちっちゃい世界のこうテクノロジーだなというふうな認識が持たれるかも分かりませんけど、要するにその時代からナノという世界が始まっていました。
非常に小さくする、大体ですね、ナノより小さい、ご存知でしょうか。大体ナノというのは今言いましたように10億分の1なんですね。10のマイナス9乗メーター単位です。10のマイナス9乗が1ナノなんですね。で1ナノと言いますとですね、まあ、今言ったように10億分の1なんですけど、小さいウイルスね、ウイルスあれが大体17の17からちょっと大きいぐらいが大体ウイルスの世界なんですよ。で1ナノぐらいになりますと、そうですね、大体分子、ね、分子の最小単位、そこから下になりますとですね、今度は原子の世界になる。だから10のマイナス10乗ですから 0.00 が10個とつながっているメーターですねぐらいの世界になりますと、原子ぐらいの世界になります。非常に小さい小さい世界なわけです。でそういう粒子をですね、この時代から作られるようになります。どんなになってますかというと、受精粒子というのは基本的にはこういう大体10ナノぐらいの、強磁性の粒子です。強磁性といいますと難しい言葉がになりますけど、磁石の中に置きますと、この粒子自身が磁石になる性質、強磁性です。まあ、一つの磁石ですね、このボール自身が一つの磁石と思っています。そのぐらいの小さい小さい単位の磁石を持っているような粒子ですね、10ナノぐらいになりますと言います。そこにですね、界面活性剤といいまして、小っちゃい小っちゃい、まあ、磁石と思ってくださいね。その実際磁石に界面活性剤といいます、ちょっと長い目の、分子構造を持つような界面活性剤、要するに石鹸と同じなので、これをコーティングしてあります、作ってありますと、どうなるか。これが大体、まあ、ベース液がありますけど、水でも何でもよろしいんですけど、媒体がありまして、オイルでも何でも結構です。まあ、要するにこういう粒子を分散するメカニズムが基本的にここにあるわけです。で、なぜこんなものがいるかといいますとですね、この粒子だけでしたら、まあ、一つのマグネットですね、一つのマグネット、まあ、一つの磁石なんですね。その磁石ですから、ほっときますとですね、磁石磁石がくっついてしまうわけですね。まあ、棒磁石だったら棒磁石されてきます、パチンとくっつきますね。で、小さい粒子の世界でそういうものをほっときますとくっついてしまいましてですね、固まってまして、クラスターといいまして集団を作っても下に沈んじゃいます。そうしますと機能が出てこなくなるという具合にですね、うまくこう分散をするというのにこういう工夫がいるわけですね。でこれはこの分子同士がですね、まあイメージとしますとですね、まあラグビーのボールか、まあサッカーのボールぐらいでしょうかな、それにこう真綿にくるんだ、ふわっとしたイメージですよね。でそれで、粒子同士がくっつきたがるんですね。磁石同士がそれと、まあ、近接力といいまして、ファンデルワース力、これは難しいんですけど、そういう力も働くんですけど、くっつこうとする力をふわーっとこう離してやるような、そういう役目があります。こういうふうにして作ったのが、まあ、磁性流体といわれるものであります、まあ、小さい粒子が分散されて、こういうふうなの、まあ、学術的にはコロイドですね、分散粒子が分散された場合ですね。いくつか の構造の磁性流体がありましてですね、まあ、一番典型的に見られるのが、まあ、先ほど言ったこういうプライト、これ鉄酸化鉄ですが、磁性を持つような物質ね、これに界面活性剤をこう吸着させるというふうな話でですね、大体オイルベースのこれケロシンとかいろんなものに分散できるんですけど、オイルをベースにしたような磁性流体はこういう構造なんです。でこの界面活性剤は面白い性質を持ってまして、この頭ですね、これ極性を持っています。このお尻の方はですね、疎水器、ハイドロフォーベル、水嫌いなんですね。ですからですね、こういうこの曲線の方に頭をこうつける、粒子の方に頭をつけます。こちらにこうハイドロフォーベルがあります。で、分散媒がですね、こう水に分散させますとですね、こっちハイドロフォーベル、水を嫌いますので、水の好きな方に、こちらの方曲線を持っていきます。ですから基本的にはですね、水に分散させますと、こういう界面活性剤が二重の構造になります。二重構造のを持っています。ですから少し、水の場合は少し違った構造になります。まあ、これは詳しい話ですけど、まあ、大体は基本的にはこの粒子に、真綿のような界面活性剤にふわっとコーティングされたようなものが、媒体中に浮いていると。そういうイメージで、結構かと思います。それでですね、まあ、ちょっと見てください。こんな、これ磁石です。これ磁石。
目がこう磁石です。これ磁石の、あ、これ結構遊べるんですよ、これ。今日ね、お持ちしようと思ったんですよ。皆さんにちょっとお見せしようと思ったんですけど、なんせマグネットがですね、ポケットに入れますとこういうメモリーが消えちゃったりですね、しまして、コンピューターと一緒にいます。コンピューター壊したり、私も時計2つほど壊しましたけど、あんまりマグネットの持ち運びは良くない。それでは今日は持ってきませんでしたので、この、まあ、この絵を見てください。こういうふうになります。この黒いのが磁石流体ですね。まあ、あの上からマグネットでくっついた、これ液体で少しこうインク状 の、まあ、あの黒い液体、こういうイメージです。あの今もちょっとお示ししましたように、磁性流体がありましてですね、磁石をくっつけますと、こう一つスパイク、もう少し詳しくお見せします。このようにして、磁石に液体がくっつく、不思議なものですね。これもちょっと見てください。この海面を注目してください。この表面ですね、何も手品するわけじゃないんですが、ちょっとこれ注目していただいて、何か起こってるでしょ。スパイク、きれいなスパイク、これが揺らいでますね。なかなか面白いんです。手品される方はちょっとこれネタにできるんじゃないですか。実は下にマグネットがあります。隠してます。磁力線がこう通ってるんですね。あの磁力線、磁石のね、磁力線が通ってるんです。磁性流体を近づけますと、この磁性流体が磁場を感じるんですね。自分で、ね、あ、今磁場があるなって、自分で自身も感じ、磁場を感じましてですね、この海面が変形してですね、スパイクになるんです。スパイクになる、なぜスパイクになるかっていうのは、またこれ非常に不思議な現象です。たくさん理屈があります。次行ってみましょうか。こんなようなですね、今の話です。ここに磁石があります。海面がこのようにトゲトゲの、これをですね、この磁石をですね、ちょっと強力にしてやってみますとですね、スパイクがこうなんか似てますね、これね、あの海が、似てます。このような、あの非常にこう、はい、尖ったスパイクが回りています。これどうして、どんなして表現したらいいやって、学生さんに言うとツンツンって言うんだし、ですね、ツンツンのスパイクが本当かなと思うんですけど、まあ、学生さんツンツンと呼んでますんで、ツンツンと言います。ツンツンのスパイクになるんですね。これあの磁石が非常に強い時にはこのようにして、きれいなスパイクになります。はい、これ硬いんですか。いや、そうなってる、これですか。いやいや、もうペロペロブユブユですね、あの流れます。実は面白い話があってですね、こういう現象をですね、今のご質問、非常にアーティスティック、いいですよね、これね、皆さんこう見たら面白いじゃないですか、話になりまして、いろんなマグネットの形をですね、作りましてですね、この海面の現象をビデオで映像で捉えて、磁性流体アートっていうやってきた、綺麗なあの反射させたりして、きれいな画像になります。面白いものです。流体ですから12向きです。これもちょっと見てください。これも何も種も仕掛けも全くない、仕掛けばっかしあるんですけど、まあちょっと見てください。ここら辺を注目して、伸びてるでしょ、指出てくる、こういうところでこう迷路になる、生き物みたいな、これ成長してるんですよ、自分でこう成長してくる、ほらほらほらね、だんだんこう成長してくるでしょ。ちょっとね、もう少し高速にとって送りを速くしたらもっとよく分かる、実は成長してるんです。これはね、薄い粉になります。最終的にこんなになります。紐になります。こういう丸のところがですね、あ、だいぶ成長してきましたね。中がこう綺麗になってきたでしょ。なんか面白いです。あ、動いてる動いてるね。これじゃなくて伸びてるやん。これ伸びてる。これがまたこう分岐するわ。こう
方で勉強するとこうなるんです。もともとこの磁石のだいぶ広がってきましたね。もう少しこう磁石を強くしますと紐になります。紐がですね空間を埋めてしまいますので、実は最後の形を見ますとラビリンスってご存知でしょうかね。迷路と言います。迷路になるんですね。きれいな迷路のパターンができます。だいぶ成長しました。これはですね下にこうマグネットを置いてるんですけど、この薄いガラスです。ガラス板をこう挟みましてですね、1ミリ程度、ね、挟んでですね中に磁性流体の液体を入れておきました。で下に磁石をこう置いてあげますと、こうきれいにこうフィンガーに入れるんですけど、こういうふうなラビリンスパターンができます。非常に不思議です。分からない人だったら何が起こってるんだろうという話で、こういう現象もありますね。これちゃんと科学的に解明できます。難しい言葉で言いますと、こうファンテ現象、ね、流体のファンテ現象というのは、この指同士がくっつきません。絶対にくっつかないんですね。ですから最後まで小さい 分岐しています。迷路になります。まあそういうわけでですね、磁性流体ではこういうもんだというふうなことが大体お分かりになったと思うんですけど、さて先ほどちょっと詳しい話して、磁性流体こういうナノの粒子なやけ話しましたけど、これはどうして作るのか。これは自然界に存在しません。人が作ったものですね。で、どうして作っていくのという話、ちょっと大の分で作るわけにいきませんね。やっぱりそれ相当の、器具がいいてですね、作り方というの手順を踏んでできる。もともとですね、この1960年代からの、まあ、古いやり方なんですけど、粉砕法といいましてですね、こういうちっちゃい粒子ナノまで持っていけるんです。大体10ナノぐらいまで持っていかないとこういう粒子はできないんですけど、潰す、まあ、誰でも考えつくかも分かりません。元のものをですね、こういう磁性の粉末マグネタイプね、磁性の持った、こういう元を持つものですね、マグネタイプのようなものをこう粉砕していくんですね。どんどんこう潰していく、まあすり鉢でするようなもんですが、こういうボールミルっていうんですけど、まあ、こういうボールミルでですね、まあ、初めこういう初期の粉砕しておいて、これを画像がなんかいくんでした。ああ、いけた。こうして潰してですね、でこういうとボールでこう回転させてね、だんだんちっちゃくちっちゃく、だいたい1000時間といいます。1000時間ね、気の長い話ですけど、粉砕していきますとですね、ちっちゃい粉末ができる。それをまあ遠心分離ねかけて大きなやつを取り除いて、ちっちゃいやつだけを残していってですね、あとその先ほど言った界面活性、界面活性剤をコーティングして、で最終に、まあ、磁性の流体ができると、これで作れます。簡単に言いますけどなかなか難しい。最近ではですね、真空蒸着法というこういう方法もあるんです。まあ、これが、まあ、大体よく使える方法、最近はね使える方法なんですけど、まあ、こう磁性の体ですね、こいつを蒸発させるウツボですから加熱するわけですね。金属のベーパーを作ってやるな、蒸気を作ってやる。それをですね真空中で、やりましてですね、でここに、金属の粒子冷やしておきますとこっちに、つきます。金属の粒子が出てきました。こいつをかき集めてですね、冷静液と混合してやりますと、こういう方法でも、磁性流体というのができます。さらにですねプラズマCVD と言いますね、こういう方法でですね、これも先ほど少しよく似てますけども、まあ、こういうプラズマガスです。でこれを電離、ここで電離さすわけですね。電気も出す、電離さ、プラズマですね、チャージも出す、電気も出す、電気をこっちからこう電極を入れてましてですね、このガスに、電気も出します。でこっちに電極、の方にこっち行きます。あ、こちらね、こちらの方に電極に行きましてですね、でここで、粒子ができます。でこの粒子をこの、コンテナ家門だけをくる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 回転させますとですね、ここにできた粒子がこちらのベース液ですねと混合しましてですね、ちっちゃいちっちゃいナノ粒子ができます。まあこれなら1000時間とかそんな単位で時間がかかります。まあ簡単と言いますけども、こういう風は言います。このような方法で、磁性流体ができます。まあ、いろんな磁性流体でいろんな組み合わせがあるんですね。いろんな金属といろんなベース液、いろんな組み合わせでいろんなものができる。これは機能によって違う磁性流体ができます。
はい、地下鉄というのは時制があるんですか。はい、あります。はい、あります。いろんな粒子があります。まあ、よく使われるのはマグネタイですか。最近ではですね、まだこれなかなかできてないんですけども、実はこの考え方が古いんですけど、あの冷静液ですね、冷静液、これは水とかオイルとか、まあ、一般的に磁性流体、先ほどお見せした磁性流体というのは、あの有機溶媒とか水なんかを冷静液として、まあ、あれですね、酸化鉄ですね、酸化鉄系のマグネタイトですね、そういうものが分散されてるんですけども、金属ですね、液体金属、まあ、パッと浮かぶのは水銀。水銀のようなものにですね、こういう磁性体をこう分散させましてですね、こういう液体金属に磁化を持たすという試みも出てます。なかなか液体金属じゃ普通磁化持たないんですけど、そいつに磁化を持たすと、後からご紹介しますけど、いろんな面白いことができます。発電もできますという具合にですね、こういうことができればということで、まだなかなか現実には遠いんですけれども、まあ、あの電解質の中に、まあ、鉄イオンのようなこういうイオンですね、チャージ持った分子です。こういうイオンをですね、電極管、まあ、こうプラスですね、こっちマイナスにしましょうか。そうしますと、このイオンがこの水銀の方に入りましてです、ね、ここでこの小さいイオンが磁性流体に分散されます。分散されて、この水銀の中に、こういう磁性体が入り込みましてです、ね、水銀自身が磁石になる性質を持っています。水銀は磁石になりませんけど、持てるような、要するに液体が磁石のような性質を持たす。そういう試みも行われています。なかなか難しい話なんです。いろいろなことができるようになります。なかなか将来的に。どうぞ。水銀、鉄がどうだったか具体的に記憶はないんですが、あのアマルゴムにはならないんですか。アマルゴムはなりません。ならないようにするんですが、水銀のまま。放置しておけばアマルゴムになるんですか。いや、ならないようにするのがコツなんです。ああ、そうですか。はい。アマルゴムになりますと、固体になりますんで。あの流体の性質がなくなりますので、はい、ならないようにうまく分散させるというのが技術なんですけど、難しい話です、はい、あ、どうも、はい、ですね、はい、あの冷数流体とですね、はい、粒子の和音があるじゃないですか、はいはい、それはあのなんか展開がなかった、はい、あります。あまりですね、非常に、まとめた質問だと思いますけれど、大体 20%、30% ぐらいが通常の磁性流体の粒子の体の解析割合が大体その程度です。あまりたくさん詰め込みますと、あのクラスターといいまして、磁場をかけてあげますと一緒にくっついてですね、あまりくっついて沈殿したりするんですね。あまりあの濃度が濃くなりすぎます。あの NASA のロケットの感じはどれぐらいだった、ああいうふうな使い方をするときには非常に薄い、もう数パーセントのものでしょうね。あの実際この NASA のロケットは実用化されてません、使われてません。アイデアだけなんですけど、ああいうそういうふうな使い方をする場合は非常に薄く作るのがポイントです。通常は大体 20-30% と心を入れておいていただければ、もう少し濃いのもあります。ですね、さてこういうものがどこに使われているんだろうかというふうな話になってきます。これフェルテック、ちょっとあの資料をお借りしたんですけど、スピーカー、ね、この中に多分オーディオファンがおられるかもしれない。私自身もね、あのオーディオファンでしてね、好きなんですよ。あの音楽を聴くのがですね、特にあのただ聴くだけじゃなくて、いい音で聴くっていうのはオーディオファンなんですね。これいいスピーカーなんですよ。私と同じも持ってるんですけど、結構高いんですよ、これ。こういうスピーカーがですね、利用されています。これがこの磁性流体の現在一番使われているところなんですね。ちょっと趣味の話になりますけど、いろんなスピーカーがありましてね、高音を出すやつをフィッチングです。中音スコーカーといいまして、大きなのウハですね、そういうところに使いますとですね、音が良くなる。大抵今いいスピーカーね、いいスピーカーにはこのフェロってこういう、あとでちょっとご説明しますけど、スピーカーのボイスコイルの中にたくさん磁性流体を使って、ちょっとあの例をお示しましょうか。これこういう使ってるんですね。まあ、ここまでなかなかあのオーディオファンでも知ってる人は少ないかもしれませんね。結構高いんですけどね、あのフェロコイルが入った、もしオーディオのお好きな方はぜひ今度買われる時に
エロフルイド行きの右のスピーカーくださいって、よく知ってますねって話ですよ。こんな構造になってるんで、から、どういう構造になってるかっていうとですね、大体スピーカーっていうのはですね、中にコイルが入ってまして、ボイスコイルですね、その中にマグネットがありますね、ここにも電流が通るわけです。でここの中にこう磁石がありまして、でこのこれですな、これこの膜がついてまして、これ電流を通しますと磁石とこれで膜がこう振動するんですね。で、まあ、大体こんな構造になってるんですね。大体一般的なスピーカーはこんな構造になってます。大きい大きさがありますなるんですけど、このボイスコイルのこの部分にですね、この磁性流体がよく使われてるんです。でこの磁性流体を入れてありますとですね、この普通ボイスコイルというのは非磁性体なんですね。磁が磁化されないものなんですけど、これがですねこう横ブレしないとね、縦にだけ振動するんですね。まあ、一番効果が大きいのはここで、どうしてもオーディオファンならよく存じですけど、入力スピーカーじゃたくさん電力を入れれば入れるほど高い音が出ます、大きな音が出ますし、音質も良くなります。だからなるべく高入力で聞くというのがポイントなんですね。いい音を聞くにはね、そういう時にたくさん熱がこう発生するわけです。でこういう中に入れてありますと、こいつの熱を逃がしてあって入力がたくさん投入できるんですね。でそれとですね、この振動が横ブレを抑えたりとか書いてありますけど、ダンピングの効果があったりしてですね、フィデリティというんですけども、非常に音質が改善されるいいものです。大体こういうところが非常によく使われてるんですね。最近目には止まりませんけども、使われてます。これがですね、まあ、これが一番大きなウーハーと言われてます。これが効果、これがツイッターと呼ばれる高音のダイブスピーカーですね。これは皆さんの携帯電話です。これは実際ね、パソコン用の実際こういうとこスピーカーもあります。まあ、いろんなスピーカーがありましてですね、まあ、少しちょっといいスピーカーにはこういう隙間のところにですね、こういうとこ入れてますね。これがあれですか、膜です、これ振動膜です。でこの下にこうボイスコイルがあります。ここにずっとこう充填してるわけですね。こうしてあげますとスピーカーの非常に音質が良くなる。ただこういう使い方しますと、なんせ液体ですから蒸発しちゃう。したらいかんのですね。だからそこら辺の工夫がいります。なるべく長いこと使っていただくという意味で、液体が飛んでしまわないように、蒸発してしまわないような液体を使うというのがポイントなんですね。それからですね、これは真空シールと言われまして、いろんなものを使う製造過程に、これは製造現場のね、製造そういうものに、例えば液晶とかプラズマディスク、半導体を書いたりとか、バイオ電池書いたりとか、いろんなものこういうものを作るときにはですね、真空技術といいまして、真空の中でいろんなものを作るんです。でいろんな結晶を成長させたり、するときにね、真空技術というのがいるわけですけども、真空というのはいろんな機械がありましてですね、機械というのは必ずシャフト、動力を伝達する機構がいるわけですね。その時にですね、まあ、こっち内側としましょうか。機械側と外側でですね、こちら止まってるんですね。静止側で、こちら回転側としますと、この隙間を通って空気が漏れたり、まあ、中の液体が、中のガスが外に出たり、まあ、外の空気が中に入ったりする。そういうのは非常にいかんわけです。ですから、そういうことをストップするためにですね、このマグネットの周りにこの磁石、まあ、液体ですから、このマグネットを使いまして、ここに磁性流体を内進させましてですね、外と内側、機械の外と内側を縁切ってしまうんですね。そうしますと、中の方が真空になります。ですから外と中が通じないような、そういう構造のものが、構造のものを作ることができます。こういうものを真空シールと言います。まあ、あまり目に触れるところはことはないでしょうけれども、こういうことを使いますと、まあ、いろんな、例えば液晶を作ったりプラズマディスク、半導体ですね、こういうものの製造現場には非常に役に立つ、そういう技術があります。これは先ほどちょっとお話ししましたが、繰り返しになりますね。大体こういう磁性流体のこういう、これも真空シールと同じです。こういう私の本から取ってるんですけど、
こういうシャフトシールドですね、こういうあのマグネット、こういう隙間にですね、ここですね、こういう隙間に受精流体を入れてあげますとですね、あのドカドカ通るわけです。この進行シールドと同じです。シールが作用があって、さらにまた時空系ですね。時空系といいますと、こういうあの、静止側とこう動力側とをまた接触しない、そういう構造を作ることができます。まあ、これも一つのあの、受精流体の応用技術、工学的な応用技術としてよく使われている技術だ。まあ、特にあのハードディスクですね、あのコンピューターの中にハードディスクなんかはこういう機構を使ってましてですね、ですから真空とかそういうようなものではなくて、むしろゴミが入らないように、そういうシールの形態になっています。これなかなか面白くてですね、あのインクジェットのプリンターですね、これはね、20年ぐらい前にアイデアが出てるんですけどね、うまくいきませんでしたね。やっぱり高くつくんでしょうね。後のインクジェットプリンターとかレーザープリンターが出てまいりましたんで、このアイデア消えてしまいましたね。でも20年ぐらい、15年ぐらい前に、こういうアイデアがありました。これもちょっとロケットのと少し似てるところがあるんですね。この受精流体というものをですね、インクと混ぜてあげるんですね。インクと。それもあの印刷用 の, あのインク。混ぜてあげまして、そのインクに少し磁性を持たせてあげます。それでですね、なんせ磁石の方へ粒子がくっついに行こうとしますので、その粒子の例えばこれ X 方向、まあ、Y 方向としましょうか。 Y 方向に、まあ、要はこれに磁石としましょうか。こっちの方にこう向こう側にあるんですね、くっつきに行きます。でこちらは X 方向、こっちにあるとしましょうか。でこっちの方にくっつきに行きますという場合にですね、粒子のこの飛んでいく方向を磁場でコントロールできるんですね。磁石の作用。そうしますと、このインクジェット、ジェットですね、ジェットから出たこの粒子に磁場を持ってますから、あの自由に磁場でコントロールできてですね、この印刷紙、こちらにこう文字ができると、印刷ができるという場合にですね、磁場の作用でですね、あのインクジェット、インクジェットをこうコントロールしましょうというふうな試みがありましたですけど、まああのやっぱりコストでしょうね。これ日本の技術だったと思いますけども、うまくいきませんでしたですね。まあ、これからもし何かの加減でね、こういうものが応用されて違う形で出てきたら、また面白いことができるかと思います。これはですね、あの機械要素でよく使われるあのアクチュエーター、ちょっと特殊な言葉になります。アクチュエーターですな。アクチュエーターで、どういうものかと言いますとですね、まあ、あの電磁石としましょうか。電磁石と言いますと、あの電流を投入しますと磁石になります。マグネットですね。要するに 電気を通すと磁石になるようです。でここであの電気を通す量を加減しますと、この電磁石というのは強弱をコントロールできるわけですね。あの磁石を強くしたり弱くしたりする、そういうことが、ここでできます。面白いのはですね、あのちょっと後からあのご説明しますけど、磁性流体中に非磁性体、まあ、例えば磁性流体、例えばこれセラミックとしましょうかね。セラミックというのは磁石になりもない、こういうものは全部非磁性体です。磁石持っていってもくっつかないものが非磁性体。こういう非磁性体を置きますとですね、この磁性流体からこれがですね嫌われて外かへ、本当はこの磁性体鉄だったらこっちかへくっつきに行くんですけど、非磁性体を置きますとですね、磁場から遠ざけようという力が、でこういう力を利用してですね、ここのマグネットの強さを加減してあげますと、例えば弱い時には下にこう重さで沈みますよね。これでちょっと磁場を強くしますと、こいつから反発を食らいましてですね、上の方にピッと上がるというふうな話で、ここの、電流をうまく加減してあげますと、こいつが上下してですね、アクチュエーターと言います、例えば電気の通す力でこいつが上下する、ここで仕事されるわけ。こういうふうなアクチュエーターが作ることもできます。実際こういうふうなアクチュエーターというのも考えられてですね、あのどこに応用されているということはまあちょっと、具体的な例は分かりませんけれども、まあ、研究のレベルでですね、こういうアクチュエーターがこうどんどん上下しているんですね。そういうのを見かけることができます。これがなかなか面白いですね。マグネティックレビテーションと言うんですけども、比重左旋です。
これもですね、先ほどの原理なんです。この自生流体、こういうふうにありますね。この自生流体上にですね、こういう非自生体、これ非自生体としましょうか。非自生体を置きますとですね、この中にこの G というのは重力の方向です。重力の方向に逆らってですね、例えば、これ磁場と思っておいてください。これ難しく書きすぎてますけど、こういう磁性体はですね、非磁性体は磁場を嫌ってですね、外側にこう出ようとするわけですね。で、かたやですね、他のもの、例えば磁性体というのは、例えばこの磁力に引っ張られて下へ落ちて、重力も作用しますので、下へ落ち沈もうとします。で、こういうふうな、これレビテーションといいましてですね、比重は例えば磁性流体の方から見ますとですね、これ磁性流体自身の比重が変わっているのと同じなんですね。ですから物をぷかっと浮かすことができるんです。面白い作用があります。非常に不思議な現象なんです。磁性流体の中に非磁性体、例えば、ルビー、ダイヤモンド、ご婦人が特に大好きなんですね。この間ある会合でですね、南アフリカから来た、これ鉱山技師です。南アフリカというのはたくさんダイヤモンドが取れました。ダイヤモンドを選別するときにはですね、大変なんですね。もう岩石とかいろいろも混ざってるわけです。で、普通はこの目をピックアップしてこうやるんですけど、どうやらその人に聞きますとですね、すぐその、あまり痛い悪い話かも分かりません、よくこう、もう持ち去られてしまう、取られてしまうんですね。で、非常に困ってるというふうな話で、なんとか機械的にうまくできないというふうなところをよく考えましてですね、こういうマグネティックレビテーションというものを使って、実際これ南アフリカでは、稼働していまして、ダイヤモンドの選別に使っているという話を聞いています。実際その方から聞いているの間違いないと思うんですけども、磁性流体の中にそういう、ね、ダイヤモンドのいろんな鉱物、例えば砂利が入っているかもしれません、鉄が入ってもしれません、私の貴重金属、例えばとか、いろんなも入って、ダイヤモンドも入ってます。そういうものをバーッと入れましてですね、こういうイメージです。ダーッと入れましてですね、この永久磁石、まあ永久磁石でなくてもいいと思いますけど、こういういろんな混ざったものをこう入れてあげますと、こう中を通る間にですね、浮上していきますので、欲しいものが上積みを出てきます。で、いらないものは全部沈降して下から出てくる。ということで、ある意味でですね、鉱物資源を選別できるんですね。こういうことができます。これも非常にこの磁性流体の不思議さを利用したですね、一つの応用例で、比重左遷ですと。またですね、こういう、これも実際に使われまして、私の研究仲間が一生懸命やってます。磁性流体の研磨といいます。研磨って磨く技術です。最近スーパーフィニッシュといいましてですね、表面の加工技術が非常に進んでます。表面をもうきれいに磨いていくんですね、フラットにするというね、そういう技術が非常に重要でしてですね、どんな人に磨くかというふうな話になってくるわけです。その時にですね、磨き粉、塗料と言いますけれども、磨き粉をですね、磁性流体と混合してあげるわけです。磁性流体、塗料というのは大体その非磁性体でしてですね、磁場から、磁性流体の中に入れますと磁場から排除されるという、そういう力が働きます。うまくこう磁石のアレンジを決めてあげます。そうですね、この塗料がですね、加工物にこうくっつこうとします。そうしますとですね、塗料だけをですね、加工物にくっつけてですね、すぐ磨けるわけですね。トノコが常に加工物の表面にくっつけてる、ついてる状態ができます。グラインディングと言いますけれども、非常にきれいなマイクロフィニッシュができます。でこういう技術というのはですね、まあ、単純なところを磨くのはですね、あまり難しい技術じゃなくてですね、例えば、このパイプの内面を磨くとかね、外は簡単に磨けるんです、パイプの中の。でも中を磨くって難しいんですよ。でそういうところにこううまく使えるとですね、いろんなスーパーフィニッシュですね、きれいな加工面ができる。こういうことをこう研究している方もおります。実際役に立ってるナス。あとですね、これが大体一般的にやられててですね、この磁性流体の非常に特徴的な面白さを利用したお話です。それではですね、私のところで、ちょっとご宣伝になるかもしれませんが、どんな面白いことをしているのかというふうなところで、エネルギー変換ということです。エネルギーをうまく変換してですね、いい形でエネルギーを取り出そう。
いうのが、まあ、エネルギーの変換技術です。そういう中の一つ の応用としましてですね、今こんなことをやっています。例えばこれ発熱源、僕らにエンジンがありますか、一番分かりやすいところでエンジンします。車のエンジンじゃ熱が出るわけですね。中でガソリンも出ます。ディーゼルでもいいんですけど燃やしますとですね、燃やしますと必ず熱が出てきます。その熱を逃がしてあげないと、もうエンジンというのはもうそのまま回しておきますと何分かでエンジンというのは焼きついてしまうんですね。熱を必ず逃がしてあげないと、そう思ってください。そういうこの発熱源がありまして、そして熱をうまくこう輸送すると、これエネルギーの輸送と言いまして、エネルギーの変換にも関係あると。それをですね、通常はですね、こういうポンプを使ってですね、回すんですね。例えばこうエンジンがありますと、エンジンの中に冷却液っていうのが入っています。その冷却液をポンプを使ってですね、エンジンの熱を取って、ラジエーターを使ってですね、例えばラジエーターに持ってきてファンで冷却するんですね。で車というのは、中でエンジンで発熱する熱を常に、外側に捨てながらね、空気中に捨てながら走ってるわけです。でそうするときには必ずこういうときにポンプがいるわけですね。車の例を取りましたけども、いろんなところでですね、こういう熱を輸送するという、こういうことが必要になってくる。そのときにですね、こういうポンプの動力、ポンプはなんとか取れないなというふうなことを考えるわけです。そうするとですね、磁性流体というのはですね、特殊な磁性流体なんですけど、これ磁石になる具合がですね、温度に依存するような磁性流体があります。通常ですね、磁性体というのは大体温度にも異常するんですけども、ほぼ球離点といいまして、液体になる数電とか、ね、そういうところで非常に温度の依存性があるんですけども、通常の磁性体というのは温度依存性というのは常温ではほとんどないのが普通なんですね。ただし、磁性流体にも、例えば常温、これ、すみません、ケルビンで書いてますけども、大体常温で常温域です。常温域では我々が生活しているような温度帯ですね。そういう温度帯でですね、この磁石になる具合が非常に温度に依存するような、こういうものを作ることができます。今の技術でできるわけですね。そういうものをこう使ってあげましてですね、ちょっと工夫がいるんですけども、こういう工夫をするわけです。通常はですね、磁性流体 のパイプの中にこう磁石を、電磁石です。こういうところに磁場をかけても何も起こらないわけです。こちらからの力とこちらからの到達しまして動くことはできません。だから何も起こりません。このバランスを崩してあげるんですね。人為的に崩してあげる。例えばどのようにするかというとですね、ここにですね、ここを加熱してあるわけですね。ヒーター。だからここに熱源を持ってきた。でこの部分をこう熱してあげる。でこの初めのこちらの元々の部分とこの加熱した部分とは温度の差ができまして、例えば温度の磁化が違うわけですね。磁化が違うということは結局磁石になる割合が違ってなります。そうしますとですね、ここの磁化とここの磁化が変わるわけですね。ですから流体は動こうとする作用の中で発生します。特にこの中をこうブツブツこの中で沸騰させるようなこういう機構を作ってあげますとですね、動きます。流体はですね、磁化の違いによってこちらが実際あら大きくなりまして、ここが小さくなります。磁石の具合が小さくなりまして、ここが大きいです。ですから全体としてこちらの方へ流体が動こうとする力が発生します。従いましてですね、流体自身は移動するわけです。こちらの方に移動します。すなわち流体はこちらからこういうふうにして自分で自己的に自分勝手に循環しようという回路ができるわけですね。ですから温度差、温度と結局磁場がありますと流体自身がぐる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 回るよ、そういうサイクルを構築することができます。実際私の実験室でやってますけれども、動きます、ブンブン回りますということで、ポンプが発せますから省エネ、いろんなことに使えるわけですね。これからの技術として楽しみにしてください。それからですね、ちょっと先ほど初めの方に冒頭でご説明皆さんに説明しましたけど、導電性というですね、磁性流体自身は磁場、ね、磁化される磁石の性質を持つんですけど電気流れないんですね。
でこういう磁性流体のようなものにですね、電気が流れるような性質を持たすことができないかということが、まあ、次のステップとして考えられます。まあ、例えばですね、先ほど言った水銀なんかに、磁性体を分散させてみますと、液体が磁化されて、さらに電気を流すことがということで、素晴らしいことができます。どんなことができるかというのはこの話です。でもしこういうふうなものを、例えば導電、これノーベル賞のね、あれですな、導電性の高分子、こういうものがこう、例えば、うちで試しましたけど、あんまり電気がたくさん流れないですね。最近は液体金属もいろんな液体金属ができてました。これに代わるものでいろいろ混ぜてやってるんですけど、これを磁性流体にですね、導電性を持たせましてですね、でやりますとですね、MHD、これマグネットハイドダイナミックと言いますけど、こういう発電をする機構が作ることになります。これは高校でよく習う原理とで簡単に説明するんですけど、例えば磁石をこういうふうにして、磁石磁場を通します。でそういうことですね、電流電流を通しますとですね、流れが発生します。これはローレンツ力と言われますね、電流の法則。それでですね、こういうローレンツ力でですね、この磁性流体のようなものにさらに導電性を付加してやりますと、この磁場ですね、磁場と例えば、この磁場の中に液体を流しちゃいますと勝手に電流が発生します。こういう機構を作ることができます。ちょっとベクトルの方向間違ってますね。けども、流れを作って、これはどうして作ってあげるか、例えば風車とかね、自然エネルギーかなんかで循環させるだけですね。循環させますと、電気を起こすことができます。まあ、こんなことは先ほどの回路でご説明しますと、まあ、先ほど言いましたように、ここに温度の勾配を作ってあげますと、こう流れるといいますかですね、くるくる回ります。さらにこの磁性流体に、導電性なんかを付加してあげますと、ここでくるくる回るだけじゃなくてですね、同時にここで発電することもできるということも、まあ、将来的に考えるわけです。そうすると、そうですね、エネルギーを輸送しながら電気も出てくる、こういうふうなスーパーな考え方に移ってくるわけですね。まあ、いつかできると非常にいいんですけど、まあ、そういうところを目指して頑張ってます。それからこれは最近の、まあ、私たちの研究ですけど、まあ、これはあまり詳しいことを言いませんけど、こういう磁性流体、こういう流体、これ気液二層といいます。で泡粒とですね、まあ、水の中に泡粒が入ったような状態だと思います。これボイラーと言いますとですね、発電所とかですね、蒸気作るような機構ですね、原子力のそうです、蒸気作ってその蒸気で発電するんですけど、水を沸騰させるわけですけども、沸騰させますといろんなこう形が出モードが出てきます。これ気泡流と言いますね。いろんなこのモードが出てきましてですね、今この中のモードがどんなになってるのかというなかなかこれ難しいんです、計測するのがね。そういうこの計測器をなんとかうまいことを作ることができないかという試みをやっています。なかなかこうして可視化したら見たらいいんですけど、これを機械に判別させるのは非常に難しいんです。まあ、私たちよく今考えているのはですね、こういうところにですね、一滴二滴ですね、磁性流体を分散させてありましてですね、それを外からですね、検知して、例えばこの電流を引火します、交流を引火するんですけど、これが引火コイルですね、ここはピックアップと言いますけど、ここからシグナルが出てきます。このようにして外から交流を引火しまして、でそのピックアップコイルから出てきた信号がですね、まあ、例えばですね、これにしましょうか、こういう気泡流が入ってきたとしますとですね、この検知コイルからこういうふうなシグナルがパッと出てくるわけですね。でこれを読むんです。こういうシグナルを読み取ります。でこのシグナルの形からですね、今どんなになっているのか、こういうことを判別しようと、こういう試みをやっています。なかなか難しいんですけど、シェイプからね、こういう信号の形から文句を読み取る、こういう研究もやっていますね。こういうのができますとですね、例えば全く見えないんですけど、例えばインクみたいなものですね、インクみたいなものをパイプの中が流れているときに中に気泡が入っているのか気泡が入っていないのか、そういうことまで、まあ、検知することができます。さらに、この考え方を進めますと、どのぐらいのスピードで気泡が流れているかということで、実際見えないものでも、
センサーだけでこういう機構で検知することができるということも研究としてやっています。今の話はこういうことです。ちょっと難しいのでここら辺の話はもう飛ばします。実際スピードも測ることができます。これはですね、ちょっとこれも私のところで今、やってるんですけど、支流体というのはですね、地盤によって力を受けますね。力を受けるんですね。宇宙でどうでしょうかね。宇宙に行きますとですね、重力というのはなくなります。重力がなくなると大変なこともあるんですね。例えばですね、ここに書いてありますけど、ここにこう発熱体がありましてですね、もしこう普通の流体が入ってますとですね、重力が なければですね、大抵の場合は、熱中のですね、熱伝導といいましてですね、中に流体のモーション、流れが発生しないで、対流といいます。対流が発生しない熱の伝導で伝わるようになります。宇宙というのは非常にある意味で厄介なんですね。 G がないということですね。ただしですね、こういうふうにして磁性流体のようなものをですね、この中にこう入れてあげますとですね、この磁性流体の中にモーションを起こすことができます。中を攪拌するということですかね、磁場の力で。そうしますとこの中で発熱体がですね、うまく冷却することができる。すなわち今例えば宇宙へ行って G を作ることができる。 G と同じような効果を生み出すことができるということですね。逆に地上で重力を消せますかという話になってきます。これは面白い話です ね。重力がなくなると皆さんふわーっと起きますそういうことができるかもしれません。ただし皆さん磁性流体の中につけなくちゃいけませんけどかもできません。こういう研究も、私のところでやってるわけです。これもカップリングで、先ほどは時空通ってましたですけど、今度はもう完全にですね、核壁がありました。この核壁を通して磁場と磁場の力を通しましてですね、これはもう完全に漏れないです。壁がありました。こちらの方にこう、こちらの方に引っ張ってくるような、こういう技術もできないかというところで、この中に磁性流体入ってるんですけど、磁性流体に、潤滑とですね、こいつの軸を離すような力ですね、くっついてしまいますとここが非常に大きな摩擦になります。この軸と軸を離したり、さらに潤滑をさせるような、こういう機構ができないかというのをマグネットカップリングと言いますけれども、こういう動力伝達の機構、こういうところも研究として進めています。次の次世代の動力伝達ができればいいのは、例えば人工振動なんかに近いそうですね。こういうこともやっています。これは磁気熱量効果。これももうあまり詳しいことをお話も時間の加減で、飛ばしますけれど、これも面白い効果でしてですね、最近ちょっと注目されている効果の一つであります。例えば磁性体、これ磁性流体でもいいんですけども、何でもいいんですけどね、磁性体って言うんです。磁性体がですね、ある磁場の中に入っていきます。運動させないといけませんけど、そうしますとですね、この入るところ、この磁性体がですね、磁場を感じるようになります。今私が磁場の中に入っていってるなという感じでいただきますとですね、ここが加熱されるわけですね。磁性体自身が熱を出します。で、磁場の中を通っていきますとここは冷却されます。冷たい磁性体自身が冷却されていくんですね。こういうのを磁気熱量効果と言います。で、このような機構を作っていきますと、もう皆さん冷蔵庫できるんじゃないのって話ですね。物を冷やしたり加熱させたりすることが可能になっていくという具合にですね、うまく磁性流体をこのようにして、工学的にうまく流さないんですけども、流したりしますと、加熱とか冷却、これ熱磁気量効果と、磁気熱量効果といいます。このような効果で、物を冷やしたり、加熱したりすることもできるでありましょう。こういう試みも最近始めています。さて、今までの話は大体工学でして、我々機械、私が専門分野機械なんですけども、機械的にどういうふうなことができるかというふうなお話を主にやってまいりましたけど、さあこれからどういうふうな方向に進んでいくんでしょうか。少し分野を変えて、見てみましょうというのが、あと 4,5 枚で終わりますけども、これからのお話になります。特に医療なんですね。
非常に面白い。これは皆さんの関心事だと思います。医療分野にこれから自生流体が使われようとしています。これ世界の各国が今取り組もうとしている大きな課題の一つでもありますね。どういうふうな話かといいますとですね、これよく最近自生流体が取り出されるのがん治療ですね。がん治療に利用できないかというのが最近非常によく話題になっておりまして、なんせナノ粒子ですね。ナノ粒子ですから非常にちっちゃいちっちゃい粒子です。で細胞中は大体皆さんのご承知のようにマイクロのサイズですね。ですからまあ細胞のレベルから言いますとナノなんてもっとちっちゃいちっちゃい話で、そういうところにこう使っていこうという試みがありまして、特にですねよくやられるのがこのコッパー細胞、あまりお気になったことないかもわかりません。これがんの発生の機構に少し関わってましてですね、コッパー細胞がこれ正常な細胞にはたくさんあるんですね。がんになりますとコッパー細胞はなくなってくるんです。でこのクッパー細胞がですね、この自生流体をこう取り込むような自生流体異物としてですね、自生流体とクッパー細胞が出会いますとですね、クッパー細胞自身ががんはこれがんじゃなくて自生流体、小さい粒子ですよ、まあ、ウイルスと同じぐらいのサイズで言いましたですね、ウイルスと同じようなサイズが異物が入ってきたと思います。クッパー細胞が取り込みます。で取り込みましてですね、クッパー細胞は体内にあるんですけれども、このグッパー細胞というのはがんが存在する箇所にほとんど存在しないんですね。そうしますとどういうふうにことになるかというと、このグッパー細胞自生流体というのは共受精体のものですから、外から MRI と書いてあるんです。磁気共鳴、まあ皆さん多分 MRI という言葉をご存じだと思いますけれども、磁気共鳴でですね画像を見ることができます。そうしますとですね、がん部を判別することができるんですね。非常に鮮明にMRI でここががんに汚されている、ここが正常細胞だということの判別が効くようになります。実際大体約病院の 20% ぐらいがこの造影剤として、もう実際にこの、自生流体を使ってクッパー細胞を利用してですね、がんの判別に使っている、こういう話があります。こういうことにももうぼちぼちと、自生流体が、医療、ね、分野で使われています。それからまた面白いのがですね、これも最近の話でして、これ非常に多くの企業の方が興味を持たれましてですね、こういう技術を、できないかということでいろんな探されております。どんな技術かといいますと、まあ、これ話したい、これが一番いいかな、まあ、これを例にちょっと取ってみますけれども、例えばこのビーズですね。ビーズってビー玉ですわ、はい、イメージです。玉粒ですね。まあ、ここにまあ、全く磁場の磁性のないようなものが中にあるとしましょう。その表面にですね、まあ、マグネティックパーティクルと書いてありますけれども、磁性流体のようなこういう粒ですね、こういうとこをくっつけるような構造を作ってあるんですね。こういうふうなものを作っておいてます。ちっちゃいちっちゃいものですね。そこにですねちょっと工夫がですねいって、こう学者さんと今競ってるところなんですけど、こういうふうな今の方、先ほど言いましたね、ここにも非磁性体、これが磁性体と思います。まあ磁性流体の粒子と思ってください。磁性流体から離れますけど、磁性体ですね。でここにですね、特殊な加工したですね、処理をしたこう分子構造を持つようなものをくっつけておくと、こういうものを作ります。でこの分子構造、この特殊な分子構造のようなと、まあ、書いてありますね。目的物質と反応する処理がされたビーズで書いてある、まあ、一つの玉と思ってください。ちっちゃな粒です。でこれをですね、この機構をこ うまく利用したんですね。うまく利用しましてですね、例えばバイラスがある、これウイルスの話です。実際ウイルスとか DNA した分子構造も、ね、皆さんの皆さん方の細胞の中に入っている、単位です。遺伝を司るですね、こういう DNA とかこのバイナスですね、こういうものをこう入っているところのですね、欲しいもの、例えばこの黄色のものを欲しいとしましょうか。それらしい DNA のような構造になっています。ダブルヘリックスですね、螺旋構造になってますけど、まあ、この黄色のものが欲しいとしましょう。これを何とかこのシャシャと混ざったものの中から分離したいというふうな話するときですね、このビーズと一緒にこう混ぜてあるんですね。混ぜてあるんです。
で、このビザどういう役割をするかというとですね、この特殊な処理といいますか、この黄色のものをくっつけるような作用を持っているんですね、このビザが。ですから、この黄色の、まあ、DNA にしましょう。この DNA の黄色の DNA がこいつに取り込まれます。またはこれくっつきます。目的物にこう吸着される。で、まあ、これがずっとですね、処理していく段階で、まあ、くっつきまして、最後に、マグネットで、磁性持ってますから、くっつきますと、下の方にこう、磁場の中にくっつきます。上積みができるわけですね。で、これを飛ばしましょう。じゃあ、外からいいわけです。外から。で、この目的とするものだけこう残ります。下にくっついた状態で残ります。これをですね、うまいこと科学的に調整させてですね、今度はこの、ここにくっついた黄色のものとこいつを分離させてあげましょう。そうしますと、こいつが目的のものが上積みにパーンと浮いてます。で、これここから見ますとですね、ここから見ましょう。ここから見ますとですね、むちゃくちゃっと入った状態がこの黄色のものだけ分離することができてるわけですね。この一連のプロセス、これもある意味ではこのマグネット、ここら辺が一番ポイントになってくる。マグネットの作用で、この黄色のものを取り込んだビーズをこっちに吸着してあげるというのがポイントですね。マグネットにの方へ持ってきてあげる。だからここで初めて分離ができるわけですね。という具合にですね、いろんなもの、こういう DNA とかバイオス、こういうふうなものを分離する技術もできつつあります。非常に、これから発展する技術じゃないでしょうかね。はい、まあこれが最後のスライドになるかと思いますけど、まあ、がんの話もついでですけども、しますとですね、がん、抗がん治療ってなかなか難しくて、がんの治療って難しいらしいですね。というのは、抗がん剤というのはですね、体内に入れますと、いろんなこう細胞に行って、他の細胞がこうやられたりするわけですね。ですから、副作用が非常にきつい抗がん剤ですね。で、皆さん、それで非常に悩まれるわけです。できれば、がんの局部、がんのだけ治療したいというのが、もう、がんの治療のお医者さん方ね、現場の臨床の先生方のとても悲願なんですね。で、そういうことをですね、現実にできないかというのが、まあ、一つのポイントなんですけど、まあ、例えば、ここにがんがあるとしましょう。ここにですね、まあ、例えばマグネットをこう磁石を、ね、こういうところにこう患部に当てときますとですね、で、抗がん剤と磁性流体を混ざったようなものですね。例えば、まあ、磁性流体の粒子の周りにつけてもいいです。こういうものを要するに、磁性流体自身が、がんをキャリア、抗がん剤のキャリアですね、囲む役目をしましてですね、で、この局部だけにこう抗がん剤だけをこう行くように。磁場の力だけでここだけに行く、電子に回ってしまわないように、ような工夫ができないかというふうなことも試みてられています。そうしますと、例えばこのガムのところだけに抗がん剤と磁性流体が行きまして、磁性流体というのはなんせ非常にちっちゃい粒ですから、あまりその大きな副作用はないらしいです。これは私知りませんですけど、まあ、ないと言われています。ですから、こういうことができればですね、まあ、ある意味じゃ、特徴的ながん治療ですね、まあ、副作用は最小限に抑えられるような、まあ、がん治療な方法も生まれるのではないかということで、これもある意味じゃ研究対象としてですね、世界中で研究されているところであります。まあ、そのうちですね、ある意味じゃその臨床としてね、皆さんにまた出てくるかもしれませんけど、まあ、将来技術としてですね、こういうことも、やられているということでご紹介しております。まあ、これが最後になりますけど、これからそうですね、お話でもありましたけど、1960年代から、研究が始まりました。いろんな工学的な応用がされてまして、まあ、研究としていろんなことが研究されています。特に最近今ご紹介いたしましたけれども、バイオとかですね、医療分野、短い製品の磁性流体という、まあ、スミカなんかもね、今日皆さん私のお話を聞きますと、なるほど、私のスピーカーいいという話で、ひょっとしたら磁性流体入ってないかぐらいはご認識されるかもしれませんけども、まあ、短い製品に磁性流体がどんどんと活用されてくるというふうな話、まあ、そんなに遠くない将来、いろんな形でね、皆さんの周りのところに増えてくる時代が来ると、そういうふうに思っています。まあ、ちょっと脱白な話になりましたけども、要は私のお話をこれで終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。